今日はですね、えー、DJ ソダさんの問題、いろいろですね、えー、世の中でですね、ああだこうだ言われております。えー、まあ、実際にはですね、夏フェスで、えー、DJ ソダさんがですね、えー、興奮した観客のところに行ってですね、こう手を振ったりとかいろいろしようとしたらですね、おっぱいをも生まれちゃったと、えー。複数人にですね、おっぱいをもらえたと。これは、性暴力だと。 こんなことされたことはないということでですね、もういろんな人たちがですね、それに対して意見を、これはひどい、えー、こんなことをするのは本当に性暴力で、これはですね、強制、あの、わいせつ行為であると、えー、不動意わいせつ行為ですかね、えー、ということでですね、えー、まあ、処罰されるべきだという厳しい意見がある一方でですね、興奮した客の前に来て、しかもそのセクシーな、あーまあ、結構その、 露出の多いですね、格好してですね、興奮した客の前に来て、えー、触られるなんて、えー、それは、えー、自業自得だと。自分はその性を売ってるじゃないか、みたいな意見までですね、えー、様々な意見が寄せられておりましたが、えー、結局ですね、その、触ったと、いうふうに自己申告をしたですね、えー、お二人がですね、なんと、私あの、自分のね、あの、YouTube チャンネルで、えー、そういうその、 あの DJ ソダさんのですね、おっぱを触った人からですね、えー、内々に相談が来てる社長がいるみたいな話をしたと思いますけれども、えー、その社長経由でですね、青汁王子の青汁ヒルズにですね、その二人がやってきて、これから警察に出頭予定であるということで、主催者側ですね、三組はですね、刑事告発をして、またその主催者が、その、 どっか熊本だかどっかの地方のですね、えー、お店でですね、なんかこう。 わ、わいせつな行為をしたんじゃないかみたいな話まで出てたりとかですね、もう本当にあのカオスでございます。ネット上のこうちょっと、グレーなインフルエンサーみたいな人たちとかですね、そういった人たちもですね、参戦してきて、もうカオスな状態になっておりますが、えー、その犯人、えー、と、されるですね、二人はですね、青汁王子のところに来てですね、青汁の動画にこれから出ると、出たのかな、えー、いうふうに言っておりまして、それでこれから警察に出頭に来ますと。 いう風な話になっていて、なんとですね、もうだからインフルエンサーが、あの、ネット上でですね、まず、こういった人たちがですね、吊るし上げられて、えー、ネット民からですね、いろいろ攻撃を受けてですね、最終的にインフルエンサーがですね、その罪を裁く。まあ、実質的に裁いてしまうみたいな、そんな、なかなかフェーズが変わった世の中になりました。警察がこれで動くのかどうかってことですね。えー、これだけ大きな、 え、事件になっておりますが、え、ネット上は賛否両論。まあ、こういった中でですね、え、十分に謝罪をしてですね、ごめんなさいすればですね、もしかしたら、あの、これはですね、不起訴なり基礎猶予。まあ、起猶予ですかね。えー、そんな感じに、まあ、まあ、それはその DJ 曽田さん側の、えー、がどういうふうにするかっていうにもよりますけれども、 ま、もしね、これでまた顔も結構出しておりますし、性犯罪者としてですね、一生、えー、罪を償っていくのか、そこまでのことなのかっていうようなことも含めてですけれども、 えー、これだけですね、ネット上に動画が上がったりとかしている時代ですね、皆さんももちろん気をつけていかなきゃいけないし、まあお酒飲んでなんか気持ちよくなって、えー、ね、あの、羽目を外してしまったみたいなこと、よくないですけれども、まあそれがですね、えー、ネット上に吊るし上げられてですね、えー、ずっとこう叩き続けられるっていうのは本当にいいことなのかどうか。 正直ですね。まあ、私もインフルエンサーの一人だと思いますけれども、まあ、昨日もですね、えー、メンタリスト大子さんと LINE とかでちょっと話してたんですけれども、いや、僕とあの、おりいさんのあのペアになって、投資先をしているですね、えー、広告がですね、まあ、メタグループですね。基本的には Facebook とか Instagram に死ぬほど上がっていて、あの、僕が投資を進めている案件は基本もうインチキだと思ってください。 もうめんどくさいんで、インスタに DM とか送ってくんな、いちいち。知ってるから。うん。俺先、これは、本当にお姉さんが進めてる投資案件でしょうかな泣けねえだろ、バカ野郎。ということで、あのー、僕とか、あの、中田敦彦くんとかですね、えー、メンタリスト大悟とか、あの辺とですね、僕が一緒に出てる、あの、広告か、 あの、基本、インチキでございますので、いちいち、俺に問い合わせをしてくるな、俺にチくるな、めんどくせえ、警察に被害届けを、あの、警察に告発してくれ。もう、みんなが、あの、退去して警察に、こんなあの詐欺動画があるとか、詐欺広告があるとかですね、死ぬほど死ぬほど、あ、そうだ、あなたたちがやってくれればいいんですよ。警察って、マジでこいつら動かねえから、本当に、 あの、なんか、メンタリスト大悟もぼやいてましたけど、僕に殺、殺害予告が来たんで被害届を警察に出したけど、いちいちそんなんで動けるかみたいな感じで全然動いてくんなかったっつってぼやいてましたよ。その通りですよ。僕もなんか、そういうので一回被害届出したことありますけど、あの、なんか何十分もかけてですね、警察署で事情聴取をされたあげくです、何も動いてくんないっていうね。あの、防犯カメラでそうだ、なんか、 防犯カメラで落とした際、不妊の入ってた、なんか、クレジットカードを悪用されて、その動画もちゃんと防犯カメラに残ってんのに、動けっつっても動かないんだもんだって。あの人たちさ、インフルエンサーとかに対してさ、全くさ、あいつら金儲けてんだからどうでもいいだろうぐらいに思ってんだよね。で、あの、市民の人たちっていうか、一般の人たちから山のように被害届けとか、わあわあわわわ、キャ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 言われたりとか、有名な事件とかそういうのは動くんだけど、 あの、一個人のですね、稼いでるインフルエンサーとかどうでもいいっていうか、むしろあいつら、ちょっとぐらいなんか、あの、不具合、不具合というか、そういった迷惑をこむった方がいいんじゃないかぐらいに思ってるんで、あの皆さんが死ぬほどその、こんななんか先広告を見たとかですね、消費者庁とか警察とかに、いちいち、あの、連絡してたらうざいんで動くと思います。そういう組織です。